カザノワシは、タカカに属する、猛禽類の一種である。この種のみで、カザノワシ属を構成する。熱帯アジアの丘陵地域の森林の上を飛行し、哺乳類や鳥類を狩る。巣の周りをよく飛び回っている。低速飛行、暗色の羽毛と対照的な黄色い老膜や黄色い足が特徴。また広がった長い風切り派による特徴的なシルエットから、 他の和紙類と識別することができる。カザノワシは、熱帯アジアに生息する。アシュ、パーニジャーは、ヒマラヤ山脈西側麓に見られ、ネパールから、インド北部やパキスタンのマリー北東部までに分布、加えて、東西がアーツ山脈の森林地帯とスリランカにも、分布する。さらに、このアシュの生息地は、インド北西部ラージャスターン州のアラバリ山地にも、及んでいる。 マランシスは中国南部や台湾、ビルマからマレー半島にかけて見られる。通常は住処を定め、渡りは観察されない。南インドで行われた研究において、風のワシは密度の高い森林を好み、被覆率50%以下のまばらな森林には生息しないということが分かった。飛行する風のワシのシルエット、翼がその基部で幅狭くなっているのが分かる。 風の足は体長70、80センチメートルの大型の猛禽である。成長は全身黒い羽毛に覆われ、黄色い老膜と足を持ち、翼は長く、最も胴体に近い初列風切りのあたりから、翼の付け根にかけてすぼまっている、といった外形の特徴を持つ。木などに止まった時は、折りたたまれた翼の先端は、お刃の先端と同じ高さに、または、 おはの先端より下に来る。飛んでいる最中、翼は水平面より上型に向かって広げられている。つまり前後から見ると浅い V 字型となる体勢が保持されている。暖かい昼下がりになると狩りのために林間にある獲物の巣を探し回る。その姿は真っ黒い大きな身体、特徴的なゆっくりした飛行により容易に判別できるオスメスの外見はよく似ている。 幼鳥は頭と体下側、翌内側の大雨服がもみわ色をしている。その他、風の足と他の猛禽を見分ける特徴としては、ふわし裏が羽毛で覆われていること、指先は比較的がっちりしていて、爪は長いがあまり強く湾曲していないことが挙げられる。風の足は最小の動作で長時間、高度を維持し飛行することが可能。そのため、 ラージリン地方のレプチャ人たちはこの猛禽類のことを止まることのない鳥と表現する。風のノワシは哺乳類、鳥類とその卵を捕食する。例えば、インドオリスを捕食することが知られている。子供のボンネットモンキーを獲物にすることもある。前述のように風のノワシは林間の上をゆっくり飛び回り、獲物となる、生き物の巣を多数襲う。 リスやマカク、その他多くの鳥類は森の上を風のワシのような猛禽類が飛ぶのを発見すると警戒性を発する。風のワシの大きく開く曲がった爪は獲物となる鳥の巣から卵を掴み取ることを可能にしている。風のワシは捕食するひなどりを巣ごと持ち上げて食事ができる場所まで運び去るという得意な狩りを行う習性がある。同様な狩りの習性を持つ。 猛禽類にツバメトビがいる。背の高い木の上に3から4フィートほどの幅の巣を作る。1から4月になるとそこに茶色や薄紫色の反転のある白い卵を1から2個産む。巣は何年も再使用されることがある。ありがとうございます。